岡山市の大森正雄市長を訪ねたのは、京山中学校陸上部の選手ら合わせて20人です。京山中は滋賀県で行われた全国中学駅伝で男女ともに岡山県勢として初優勝し、史上2校目のアベック優勝を成し遂げました。大森市長は、 全国優勝っていうのが、こんなにもその大きく、いろんな方に影響が与えられているのが、すごく嬉しいなと思います自分自身も結果を陸上で出せるようにしながら、まあ、人として尊敬されるような選手になりたいと思っています。